ほとんど山鳥の黒松で、樹齢100年超えばっかりの松ですね。一般的によく聞くのが、まあ、宮島御用、しくはまあ銀やつスタコ用松。だからこれ多分1000本超えるぐらいこんなのあると思うんですけど。これはすごいな。まあ、大体黒松、御用松、錦松なんですけど、まあ、ちょっとことぶきが終わってたり、その辺に生えてるね、うん、もうなんか葉っぱで全然見えないですけどね、山鳥ばっかなんです。でしれっと樹齢100年とか超えてるんですよ、みんな。へえ。でこっちの大きい御用松も樹齢まあ70年から90年ぐらい。まだこれ手入れ前ですけどね。わかんない、わかんないですね。結構太いんですよ。わかりやすいところ行きましょうか。はい。冒頭にあのでっかい御用松紹介しましたけど、それか、この畑から掘り上げるんですよ。まあ重たいですね、この辺。多分掘り上げて鉢に入ったら300キロか400キロぐらい。そんなに行くんですか。多分行くと思います。重いというか持てないですね。そう、盗難にはなかなか合わないと思います。盗難には合わないでしょうね。そう、とにかく古い。もうおじいさんの残してくれてる写真なんか昔の見るとすごく小さかったんですけど、やっぱ毎年ちょっとずつ大きくなって、まあ、今に至るというか。あ、こんなにいっぱい。そう、まあ、その辺は全部錦松なんです。150本ぐらいまだありますけど、もう黒松と全然見た目わかんないですけどね。しかもこんな畑がまだまだあるって。まだまだある。あとでちょっと行ってみましょう。 ここだけじゃないらしいです、はい。あとまあこういう畑から、今映ってた畑から鉢に上がるとこんな感じです。これなんか結構うちでもいい方ですね、うんうん、でっかいです。やっぱ高松の人たちはみんなこの作り方っていうか、はい、松を中心に畑でこう大きくするみたいなのがやっぱ、そうですね、多いですよね、はい、やっぱ畑に入れておくと、はい、とにかくまあ成長ね、まあ、感じ、僕の感覚ですけど蜂に比べて3倍ぐらいは早いんじゃないかなと。太るにしても伸びるにしても。それがやっぱこの盆栽ブームの時にみんなその業者さんがやってったってことなんですかね。そうです、そうです。あとまあ、あの合理的な部分で言うと、蜂にあげたら毎日水やらないといけないぐらいになるんですが、畑だとまあ真夏のね、日照りが続いた時だけまあ水を入れると、まあせいぜいすごい猛暑渇水、まあ日照りが続いても夏にそうですね3回水入れたらもう十分かなっていう。でも鉢にあげるとほぼ毎日なんで、やっぱ畑に入れといて、うん、あんまり手間をかけずにいざという時に鉢にあげると、ね、錦松なんですけど、錦松、はい、うちの2代目からですね。結構この大きいサイズの錦松は珍しいと思いますね。うん、見ないですね、うん、見たことないかも、はい、こんだけ派手なんですけど、はい、案外枝とかってね、これ他にちょっと折って、全然折っちゃっていいんですけどね。ブチッて、そうそう、これ枝の芯なんですけど、枝の芯、これが芯で、ここの中を水分とか栄養分が通っていくんですけど、これ見ると結構太そうなんですけどね、皮が肥大化してくるんで、大きくなってるんで、ただ芯はこんぐらいなんで、今も指でポキンとやっちゃいましたけど、まあ、枯れてるから折れるっていうのはあるんですが、この細さでね、か弱さの原因があったりとか。なるほど、まあ、折れやすい、細い分植え替えにひょっとショックで枯れやすいとかね。ここにこれがこういう皮がね、ついてた、ね、で一見太く見えても実は枝は細い、そう、あっていうのが錦松の特徴なんですね。だからまあだんだん枝はね少なくなっていきがちなんですが、うん、まあ、だからまあ枝はなるべく多めにね置きながらの剪定するような感じ、うん、でこの辺もバーンって剥がしてたらすごいガリガリかもしれない。そう濡らした犬みたいになる可能性があると。なんか毛ふわふわの猫でもね、そうですよ、洗ったらもうキュッてね、て細くなる、あんな感じ、あれですね、あんな感じ。部屋にこう、部屋じゃねえやお庭にポーンってこれ1個、多分ね、かなりの迫力をそのスペースにもたらしてくれそうな気はしますね、錦松ってね。そうですね、うん、本当独特のね、迫力あるなと思いますね。こちらも販売中、こちらじゃ販売中、販売中まあ、来られる方できたらね、あの箱番とかね、軽トラとかでね、そうです、そういう車でお越しください、はい、発送はできません。発送できません、でかすぎて、はい、販売中です、はい、なんでまあこういうね、あの
今鉢に上がってる中でも畑のもありますけど、はい、今こちらの畑もご紹介した畑もあるんですが、あと2カ所ぐらいあるんでね、そっちもよかったらね、はい、まあ見ていただけたらなと思います。はい、取れるわけないですけどね、やっちゃいました。はい、行きましょう。まあ盆栽からしたらもったいないの方でも、はい、時々移すんですけど、まあうちの畑ですね、家と離れたところにある畑で、もう今もっさもさでね、うん、パッと中身見えないんですが、ほとんど山鳥の黒松で、もう樹齢100年超えばっかりの松ですね。何本ぐらいあるのかなっていう、だいたい一列20本ぐらいあるんですけど、多分まあ700か800ぐらいはここにありそうな気がしますね。これ本当はね、理想は全部毎年1回は剪定したいんですよ、本当は。理想はね、でももうすぐ70歳のね父親と、もう厄年の僕ではね、はい、なかなか大変なんですけども、まあ、どうにか維持してます。これぐらいのもさもさで収めるのもね、意外と大変なんですね。ボランティアでみんなでね、やるとかもできそうじゃないですか。本当ね、YouTube、これご覧になられてる方ね、はい、ちょっと盆栽の剪定学びたいわって方 ね、めちゃくちゃ教えるんで、はい、一緒に切ってくださいみたいなね、絶対いいと思います。うん、なんかそういう日を設けたいですね、うん、みんなでちょっとすごい古いいい黒松を剪定しちゃいましょうみたいな。そうそうそう、なかなか経験できないから、うん、ちょっとそれは盆栽からしたらもったいないの方ですね。でちょっと近日やりましょう、ね、近日中に。あ、そう、あれね、たまに枯れちゃうんです。あれ原因何なんですか。多分ですね、菌かなと。菌、はい、黒松を枯らすね、菌にね、特に悪いやつが、ペスタロチアっていうのが有名なのがいるんですけど、あれにかかるとね、もうダメみたいですね。でも枯れたら幹が見えますね。そうですね、どんな感じのやつがついてる。これもう100年以上生きてきてね、いやーこれかっこいい木ですよ。これかわいそうなんですけどね、曲も入っててね。そうそうそう、あれもう見えますね、普通にこっちのやつも、うん、これ5月にね、新芽がビューッと伸びたのは全部ね、両手ハサミ、大きいハサミでね、新芽だけ切ってるんです。だからまあある程度モサモサせずにね、どうにかなってる感じで、ザクザクに。そうそう、あんまり深く切ると中でぐちゃぐちゃな枝になるんですけど、うん、5月頃の新芽だけ切るとね、意外とまあまあ形が維持されると。でまた時間ができたら落ち着いてしっかり剪定すると。なるほど、まあ、剪定されたらまあ色こそちょっと違いますけどねまあこれが緑だと思ってくれたら、剪定直後はこんな感じです。あ、このぐらいになるんですか。そう、菌もね、こういうボサボサの状態だったらね、感染してもね、枯れない場合が多いんですけど、うん、切られてちょっと弱ってるところに運悪く菌がね、来ちゃうとこうなるんですね。だから周り移ってないんですよ、なるほど、元気良かった子には。もともと弱い人に移っちゃうとちょっと危険ということでね。本当はね、これ、はい、僕に抜かしてくれってお話ししてたんですけど、ちょっと雨降っちゃったんで、今日はちょっと難しそうです、ね。まあ、雨降ってなくてもめっちゃ難しいですけどね。あ、そうですか。まあまあ大変です、まあ、大変、はい、でもね、今日枯らさないチャンネルの方にアップしたら面白いかななんて話を。 ある程度のところだって根を切らなきゃいけないってことですもんね。そう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 、ザク、根を切りながら地面でね、盆栽だったら鉢がこう長さを制限することになるんですけど、はい、下も際限なく伸びていくんで、うん、その伸びた根をね、ちゃんと切ってやって、まあ、できたらその秋頃ですね、一回切るんですよ、わざと根回しっていう作業です、はいはい、だったらその奥の方からね、数多くの細い根がいっぱい出てくるんです。でその根がいっぱいあると枯れにくいんですね。なるほど、うん、根が荒いと枯れやすい。で盆栽ってね、根がめちゃくちゃ細かくいっぱいになるんで、まあいつ変な時植え替えしても結構枯れにくいというかね、だから植え替えというかね、こう根を触る作業で一番危ないのは畑から盆栽ですね。これが一番難しいです。でいろんな時期やってみたら、つきやすい時期、つきにくい時期みたいなのが分かってきて、なるほど、意外と皆さんがよく言うね、3月ってね、うん、あんまり良くなかったりしますね。あ、そうですか、うん、うちはこれ鉢上げ大体4月の後半ですね、はい、やってるとだんだん分かってくる。はい、すっごいカエル飛んでるじゃないですか。カエルいますね。このちっちゃい、なんかすっごいちっちゃいですよ、このカエル。土ガエルですね。土ガエル、多分近くの水田で生まれ育ってここに来てるんですか。はい、すっごいちっちゃいんですよ。カエルとかも都会案外これこれこれ、すっごいちっちゃい。
可愛いですよね。ちっちゃいですこれ。これがこれより大きくならないですか。なります、なります。あ、なるんですか。はい。じゃあ今まだ子供？子供ですね。完全子供です。すっごいちっちゃい、1センチぐらいのカエル。ね、結構よく見るとめちゃくちゃ飛んでるんですよ。わかるかなと思うかね。今日特に雨上がりで。最初あったかなと思ったから。という感じです。はい。カエルがいっぱい。山鳥のカエルが山鳥のカエルいっぱいいる。はい、除草剤を撒くのが結構一苦労でね。夢の光景じゃないですか、これ。はい、これあの黒松に五葉松を継いでる、まあ、継ぎ御用。一般的によく聞くのが、まあ、宮島御用、千曲まあ銀八房御用松。だこれ多分1000本超えるぐらいこんなのあると思うんですよ。これはすごいな。あっち高松市がね。ああ、見えると。ここから見えたりとかね。この坂道、結構お遍路さんも歩いてね。よくご挨拶させていただきますね。ここは御用松。御用松。すっげえ。おお。すごい景色だな。あんまりないですよ、この山の中の斜面の畑。御用松はでもあれなんですかね、あんまり大きくはならない。大きくしてないだけです。してないだけ。庭木のやつ もそこまで高さが出ないとか、横幅が出てくるような。いや、出ます出ます。あ、出る。それはもうあの、まあ、枝の残し方ですね。そういうふうにすれば、これもしょっちゅう剪定してるんで、樹齢 4,50 年でもこのサイズにあるだけで。なるほど。大きくするぞと思って 4,50 年経過したら結構でかくなりますね。人の大きさなんか軽く超えていきますね。本当に細かい管理をずっとしていかないと。そうそうそう。これももう結構棚が暑くなってきたから、うん、バシバシ切らないといけないから、すごいな。あ、キノコだ。はいはい。食べれるやつかな。絶対食べれんと思います。絶対食べれる。立派だな。太いっすね。太い太い、うん、それこそこの畑はその戦時中に北谷温泉のお店があるところの、まあ、畑が、まあ戦時中に盆栽なんか育てて良くないというんで、うん、この畑に疎開させてたんですね。 あんまり目に触れないところに。で、まあ、盆栽、今盆栽畑ですけど、そこで、まあ、野菜とか作ってて、芋とか作ってたのかな。で、落ち着いて、戦争が終わって落ち着いてからまた下に下ろして、でここが空いたところに今のこの御用松をまあ植えたというか。なるほど。まあ、このサイズの植えたんじゃなくて、本当に多分ちっちゃいのをね植えたんだと思います当時は。それがまあ何十年も経ったらこうすくすくと大きくなりました。すごいですね。はい、たまにあのここからあの幹のいいのとか、まあ綺麗な木、気に入られた木をまあ印つけといて、はい、うん、うちが掘り上げてお渡しするみたいなね、愛好家さんに。もう時々あります、ね。まあ、今回ね、高松盆栽のねイベントがあるんで、まあ、盆栽Q さんに来ていただいてね、宣伝がてら元の盆栽を紹介していただいたんですけど、一回ちょっとお時間いただいて、10月のね2022年10月22日23日土曜日日曜日で、まあ盆栽高松盆栽里でねイベントやってますんで、そこでぜひまあ皆さん、ちょっと駐車場が遠くにあるのがもうちょっと申し訳ないんですけど、まあ、とにかく来ていただけたらなと思います。で、まあうちこうやって見るからに畑な感じで、まあ、盆栽作家というか盆栽農家みたいな感じでやってます。はい、まあ、畑こうやってね見て中でね、あのうわーって楽しんでもらうだけでも、うん、もしね、まあ、時間なんかありましたらね、もう剪定とかしたいわって方がおりましたらね、もう大歓迎なんでね、ぜひぜひあの北谷さんちの木剪定したいですって言ったら、もうこんこんとお教えします。もう受講料タダでね。ただその代わりいっぱい切ってくださいね。だったら僕も喜びますみたいな。まあ、そんな感じでね、お気軽にね、もうあのちょっと北谷と話してみたいなとか、ここ見たいなと思ったら、もう本当お気軽にね、もう木梨駅のすぐ横にあるんで、ぜひぜひよろしくお願いします。駅のすぐ横ですね。すぐ横です。はい、木梨駅まで徒歩15秒ぐらいです。はい。こ、はい、んな感じでやっております。というわけで、あとはフェスで。フェスで。ガチンコにちょっと盛り上げて。よろしくお願いします。ちゃんと僕もあの棚場にね、いい木持っていきますんで。持っていきます。はい。番号札10番北谷要請なんで、そこちょっと。これちょっと宣伝して皆さんのいい気に見てください、はい、というわけで、はい、いろいろですね、はい、ありがとうございました。また当日お願いいたします。お願いします。